世界で一番幸せな僕。僕が一番最初に覚えていることは、優しいお母さんにお乳をもらっていたこと。だけど、すぐにお母さんと離れ離れになっちゃった。お母さんは大丈夫って言ってたけど、僕は全然大丈夫なんかじゃなくて、キュンキュンって泣いたんだ。だけど、いつもならお母さんすぐに飛んできてくれるのに、この日は飛んできてくれなくて、行ってらっしゃい、元気でねって言ったんだ。人間の手に抱えられて、僕は小さなお部屋に入れられて、いろんな音を聞いて、やっとの思いで明るい場所にやってきた。そこはペットショップってところらしくて、そこには僕と同じようにお母さんから離れ離れになった子たちがたくさんいた。猫って名前の生き物もいたし、僕と同じ犬って名前の生き物もいた。だけどお母さんはどこにもいなかった。最初の夜はとっても寂しくてキャンキャン泣いた。他の子たちもキャンキャン泣いてた。そうすると、そのペットショップで働いている人間がやってきて、よしよしと声をかけてくれた。安心した僕はその日、スースーとすぐに寝ちゃったんだ。それから何日も何日もいろんな人間が僕を見ては帰っていった。この子、なんて犬ですか？この子はマルチーズっていう犬種ですよ。抱っこしていますか？見た目があんまり良くないし、やめときます。僕はどうやらマルチーズっていう犬らしかった。だけど、マルチーズってのはもっときれいな見た目をしているみたいだった。でも仕方ないじゃないか。生まれた時からこの顔なんだよ。品定めをされているようで、僕は嫌で仕方がなかった。このお店で数ヶ月の間、飼い主になる人間ができなかったことで、僕はついにインターネットで販売を呼びかけられるようになったらしい。お店のお姉さんが、インターネットに載せればきっと君にも早くパパとママが見つかるよって言ってたけど、僕のママはさよならしたママだけ。そんなのいらないからママのところに帰りたいと泣いてもお姉さんには伝わらなかった。インターネットに載せられた僕の写真は、僕よりもずっと可愛く写っていた。お店のお姉さんたちは口を揃えてこう言った。写真写りがいいのがせめてもの救いだわ。僕にはわからなかったけど、褒められている気は全然しなかった。そこから何日かしていろんな人から問い合わせっていうのがあったんだって。だけどみんな僕を見に来るとやっぱりいいやっていなくなる。そんなのがずっと続いてたある日のこと、また問い合わせっていうのがあったんだって。僕はその日遠いところに行くことが決まったんだ。それから何日か過ぎたある夜、僕は小さなお部屋に入れられて車に乗せられた。たくさんの音を聞きながら、どこに連れて行かれるのかもわからないまま、不安で仕方がなかった。僕はどうなってしまうんだろう。
もしかしたらお母さんに会えるのかな。いろんな思いが湧いてくるけど、やっぱり不安は消えなくて、眠ることができなかった。朝、車が止まると、前にいたお店よりもずっと大きなお店に僕はいた。僕はどうやらお引っ越しをしたらしい。前のお店でもそうやっていなくなる子はたくさんいたから別に不思議ではなかった。だけどここでもどうせ僕は売れ残るんだ。もう分かったことを突きつけないでほしくて、透明なお部屋の中で僕は眠った。どのくらい寝ていたんだろう。僕が目を覚ますと、僕は人間のお膝の上だった。この人は誰？僕をどうするの？どうせ可愛くないって言うんでしょ？僕はもういいよ。誰にも可愛いって言われないんだ。僕を撫でてくる人間の指をガブガブと噛んだ。どうせダメなんでしょ？もう僕を放っておいて。そう思っていたら、お膝の人間は僕を持ち上げてこう言った。元気がいいわね。それにとっても可愛い。え？僕が可愛いの？うちに来てくれる？僕は人の言葉なんてわからない。だけどそれでもその人が話している言葉はなんとなくわかった。嬉しくて、嬉しくて、この人と一緒に行きたいって言いたくて、声を出したけど、僕の口から出るのは、ワンって声だけだった。久しぶりに声を出したから、あんまり声になってなかったけど、その人は、声もかわいいね。って褒めてくれた。僕のママはさよならしたママだけだったけど、この日からこの人も僕のママになったんだ。その人の車に乗り込むと、僕を抱っこしたままなでなでしてくれて、気がついたらその人のお家に着いていた。ここが今日からあなたの家だよ。そう言ってお家に入れてくれた。入ってみたらびっくりした。僕だけの大きなお家がお部屋の中に置いてあるんだから。ケージっていうらしいけど、僕はすごく嬉しくなったんだ。それで僕だけのお部屋をくれたママに、ありがとう。ママ、そう伝えたくて、ママのおててをペロンって舐めた。ママはくすぐったそうに、舐めてくれるの？ありがとう、って言ってくれた。僕の方こそ、ありがとうだよ、ママ。そうやって、何日、何年と過ごしていくうちに、僕は大人になった。大人からおじいちゃんになって、ママとお散歩に行ったり、ドライブに行くのもあんまりできなくなっちゃった。今じゃ僕はママがいるそばにぴったりくっついて寝てるくらいしかしてない。一日のうち、寝てる時間が多いからママは寂しがっているけど、それでも僕はママのそばで寝ていられるから幸せなんだよ。思えば小さかった頃はママはあのさよならしたママしかママじゃないって思ってたけど、今のママと出会ってママが増えたってって思ったんだ。僕のママは今のママじゃなきゃダメだと思うくらい、僕はママが
大好きになった。ママの子になれて本当に僕は幸せだよ。ママ、きっと世界で一番幸せに違いない。だからママ、いつか僕が終わるまでずっとずっと一緒にいてね。僕が終わってもまたママが好きな犬になるから、そしたらまた僕のママになってもらうんだ。だけどまだもう少しだけママのそばにいさせてね、ママ。おしまい。